おはようございます。トーキングマウンテンのエラッチです。今回は熊本県阿蘇の美山霧島を満喫してきます。まずは後ろの烏帽子岳で下山したら、今度は今は雲に隠れてますが、車で移動して中岳を目指します。下山後は内の巻温泉に入る予定です。それでは命大事に、美山めでるぞ。本間さんがのんびり草食ってますね。この左回りで山頂を目指します。今真っ白ですけど、まあ晴れてくれるでしょう。でこっちから降りてきます。いや現在12度です。しかも風が強い、非常に寒うございます。であそこが登山口です。地図がありましたね。現在地あそこで、こう右回りに回っていきます。でこちらが烏帽子岳の登山口ですね。ちゃんと標識があります。こちらが木島岳ですね。すでにここからでも真っピンクです。太陽がもうちょい出そうですね。でこの辺りからもうすでにピンクです。太陽が出たみたいです。最初のお花畑ゾーンでした。でお花見てたら道それちゃいました。ちょっと戻ります。あ、ここですね。でもここに標識はないんですね。大丈夫と。はい、登山道でミヤちゃんがお出迎えでございます。美しい。おー、ピンクです。お花畑のトンネルですね。真っ白になっちゃいました。真っ白です。はい、到着しました。烏帽子岳1337メートル、いただきました。太陽は出そうなんですが、真っ白ですね。雲仙が見えてるはずです。だいたいこういうのはね、一瞬で晴れるようなもんなんですね。ほらほら晴れてきた。
でも中岳の方がちょっとまだ見えませんね。しばらく粘ってみます。はい、晴れませんでした。まあ自然はね、人間の思い通りにはなりません。では下山します。はい、下山はこちら。こちらから降りるときもニヤちゃん楽しめますね。いやー、晴れたね。ほら、降りたら晴れるんだわ。いやー、戻ろうかな。すぐそこなんですよね。まあ、でもね、見てください、これ。こっからの流れめっちゃ綺麗です。うん、ここがいい。しかし本当、阿蘇は雄大です。素晴らしいですね。西日本にはね、こうやって阿蘇もあるし、雲仙岳もある、九十連山もある、そしてね、まあ、大山、石槌さん、素晴らしい山がね、いっぱいあります。こっちの斜面も綺麗、綺麗。わあ、お花畑の道でございます。いいですね。はい、あっという間に麓です。あの真ん中の小山が、あれがね、一応山です。あれ、駒立山。帰りはお馬さんに触れ合って帰りますかね。あ、帰るっていうか、この後中岳があるんでした。はい、あとはここまっすぐ突っ切ればゴールです。バッチリ晴れましたね。中岳もちょっと見えてるかな。お馬さんたくさん。お馬さんパカラ。おはようございます。お馬さん。まあ後ろには立たないように蹴られますからね。めちゃめちゃ臭くってます。食べ放題ですね。あ、綺麗だな。お馬さんが2頭寝てます。仲良く。おやすみなさい。いい朝です。ありがとう、烏帽子岳。ありがとう、草千里。また来ます。はい、無事到着しました。では今から車に乗って、中岳方面に移動します。バッチリ見えてますね、中岳。ここが、有料の駐車場ですね。1日500円。レストランもあります。奥の白いのが博物館ですね。僕はね、あのこの上にある無料の駐車場に車を止めました。
もういっぱいですね。ではこの道路を走って中岳に向かいます。続くとしてもいつか見た